明治ホールディングス明治果汁組果汁組は明治が製造・販売している組である。果汁の多さをセールスポイントにしてきたが近年は無着色やコラーゲン配合量の多さも共に歌っている。元は明治製菓から発売されていた。2011年より果汁組新製品の発売に合わせ公式サイトで展開されたツイッター連動型アニメストーリー。ユーザーが めぐみ、太陽のツイッターアカウントをフォローすることでストーリーに参加ができる。果汁組ツイートラブストーリーめぐみと太陽は2011年6月1日から展開されたシリーズ第1弾。CM で登場するめぐみと太陽の2人が中心となるラブストーリーでツイッターフォローによるユーザーのアドバイスで結ばれる物語。前後章。めぐみは ユーザーとの関わりは薄いものの、太陽は参加者のフォロワーに悩みを打ち明けその返信が進行に影響される。7月24日に放送されたスペシャル CM では影響を与えたツイッターユーザーが一部公開された。スタッフ主題歌、果汁組ツイートミステリー恵みと太陽2消えたサファイアロマンの謎は2012年2月24日から展開されたシリーズ第2弾。 全8章。前作から7ヶ月後にあたり、サファイアロマンの行方をめぐり、毎回謎かけが出題される、謎解き系ミステリー物語。前作同様、恵はフォロワーに一切回答はしないが、太陽は積極的にフォロワーとの謎解きのコミュニケーションをとっている。2月25.26日にはプロローグにあたる、スペシャル CM がオンエア。 3月14日から21日に最大の謎が出題され、これを解けたフォロワーにはスペシャルムービーが先行公開された。完結後に小説ツイートミステリー裏ストーリーアオイの真実も公開している。スタッフ主題歌チャプター果汁グミツイートファンタジー恵みと太陽スリータイムラインワールドは2012年6月3日から展開されたシリーズ第3弾。 全7章予定。ツイッター上の仮想世界、タイムラインワールドを舞台に、フォロワーがつぶやきを投稿することにより、ミッションをクリアしていく、ファンタジー物語。物語のヒントとなる、スペシャル CM は、6月9日に、TV では一度のみ、オンエア。スタッフ主題歌ミッション、ありがとうございます。